Project. 宇宙世紀00791月、スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けてきた。ジオン軍は開戦と同時にスペースコロニーを地球に降下させるブリティッシュ作戦を決行。その目標は連邦軍の本拠地南米ジャブローであった。しかしコロニーは大気圏突入後アラビア上空で崩壊。最も大きなコロニー先端部がオーストラリアシドニーを直撃、街を巨大な湾へと変貌させた。スペースコロニー国家であるジオン公国は長期戦に耐えるだけの資源を持たなかった。ブリティッシュ作戦の失敗により戦いの長期化を予想したジオン軍は直ちに資源確保のため地球降下作戦を決行。電撃的に地上の3分の2を占領した。ブリティッシュ作戦最大の被災地であるオーストラリアも豊富な地下資源確保のためにジオン軍の侵攻を受けた。これに対し壊滅的打撃を受けていたオーストラリアの連邦軍部隊はなすすべもなかった。開戦から11ヶ月、連邦軍はヨーロッパでの大反攻作戦オデッサ作戦を発動し、これに勝利した。地上でのミリタリーバランスは大きく連邦軍へと傾き始め、世界各地で次々と反攻作戦が開始されていった。そしてブリティッシュ作戦において壊滅的打撃を受けたオーストラリアでもジオン軍に対する反攻作戦が開始されようとしていた。ホワイトディンゴの諸君、緊急任務だ。諸君らも知ってるとオーストラリアでのジオン軍に対する反攻作戦は大陸北部のダーウィン、中央部のアリススプリングス、南部アデレードへの同時攻略が決め手となる作戦だ。中でも反攻作戦の呪しともいえるアリススプリングス攻略戦は敵の大陸鉄道網を分断するだけでなく、大陸全土における敵戦力の分散を狙った重要な作戦である。現在第一主力部隊レッドポッサムが進行中だが、少々問題が発生した。アリススプリングス進行ルート上のレインボーバレーにて偵察任務に当たっていた部隊が急遽設置されたと思われる多数の対地対空砲台と敵防衛部隊の存在を確認した。残念ながら我々の反攻作戦発動が敵に漏れていたと考えるべきだろう。今後の作戦展開を考えると、ここでのレッドポッサムの戦力消耗は回避せねばならん。しかし進軍、隊長、よい。ホワイトディンゴの諸君、中でも反攻作戦の呪しともいえるアリススプリング、形式番号 RGM79 ジム、ジムキャノン、こいつでいいんだ。よし、装備はどうする？陸戦用の最も基本的な兵器だ。一発の、こいつでいいんだ。よし、こいつでいい。レイヤー注意、
あんたの搭乗機と装備はこれでいいか？え、こいつでいい。よし、装備はどうする？こいつでいい。よし、シールドは？こいつでいい。マイク所有はこいつでいいんだな。よし、整備はすっ。ホワイトディンゴの職務、緊急任務だ。中でも犯行する。隊長。
見晴らしがいいと頼もしいはずの交通体が逆に恨めしくなるよ。